はい、それではソフチューブの新しいプラグイン、ボーカルチューナーをレビューしていきます。こちらリリース前のプラグインをベータ版でプラグインブティックさんからご提供いただいたものですが、どんなプラグインになっているのでしょうか。GUI はこのようになっておりまして、その名の通りボーカルにかけてチューニングを整えていく、あるいはケロケロしたような効果を与えていくというプラグインになっています。まあ、他社のプラグインの名前に出すのはあれですが、いわゆる分かりやすく言うとオートチューン的なプラグインですね。ではまずはどんなかかり方するか、かける前とかけた後を聞いてみましょう。例えばボーカルの、このあたりちょっと注目して聞いてください。これかける前です。はい、このままでも十分かっこいいボーカルなんですが、このハイトーンのところがピッチがジャストじゃない感じがしたので、このボーカルチューナーを入れてみます。そしてこのあたりのパラメータなどは後ほど触ってみますが、まずはナチュラルチューニングのプリセット選んでみます。そしてキーを選ぶところがあるので、この曲は Cm キーなのでマイナーナチュラルというのを選びます。で、鍵盤を押すことで自分の2位のスケールを設定することもできます。ではかけた後聞いてみましょう。はい、このような感じでこの Fly という歌詞のところがよりジャストなピッチに近づいたかなと思います。で、こういった感じでお手軽にピッチを整えることもできますし、現代的な使い方としてはこれを補正のみならず、例えば Perfume とかああいうロボットみたいな声に加工するためにこういったプラグインが使われることが多いので、このプラグインに関してはそういった補正だけじゃなくてケロケロ方面にも調整できるというプラグインになっています。では試しにこのスライダーを、ロボティックの方に寄せて、このサドルっていうのは微妙なという意味ですので、これをハードの方に寄せてみます。これで聞いてみましょう。ボーカルだけで聞いてみましょう。 Light up the sky, learning to fly, an endless journey of spirits in...はい、こんな感じでケロケロボイスも作ることができました。どっちかっていうと現代ではこういった使い方の方が多いんじゃないかなと思っています。ではその他のパラメーターも動かしてみましょう。まずはシフト。これはピッチをそのまま上げたり下げたりする感じですね。なので、まあ、音楽的に使うのであれば1オクターブ上とか1オクターブ下とかっていう使い方が一番多いかなと思います。そしてフォルマント、こちらだけを上げるとどうなるか聞いてみましょう。 Light up the sky, learning to fly, an endless journey of spirits in the... はい、ここを変えるとピッチではなくフォルマント、フォルマントというのは共鳴周波数というらしいですが、このような感じでニュアンスみたいな感じですね。そこを上げ下げできます。ではその下のオクターブスを見てみましょう。 Light up the sky, learning to fly, an endless journey of spirits in the light. なるほど、こちらは、原音はそのままにオクターブ上か下を足していくというようなパラメータになっています。これもなかなか面白いですね。ではその下のスイーテンとパンスプレッド、これを変更してみましょう。 Light up the sky, learning to fly, an endless journey of speed. 若干コーラスっぽいかかりがするかもしれないですね。ではパンスプレッドも見てみましょう。 Light up the sky, learning to fly, an...こちらは左右に広がるような感じですね。これ両方上げるとかなりコーラスっぽい感じになるかもしれないですね。 Light up the sky, learning to fly. はい、これハモリのトラックとかに入れたりとかするとメインのトラックとの対比が効いていいかもしれません。でその下はドライウェットですので、ウェット 100% に上げとけばエフェクトのみの音、ゼロにすれば原音のみの音になります。でこれをパーセンテージで混ぜたりできます。試しに半々ぐらいにしてみましょう。 Light up the sky, learning to fly,
はい、こんな感じで原音とミックスしてみるのもコーラスっぽい感じになるので面白いかもしれないですね。では最後にプリセットちょっと見ていきましょう。いろんなエフェクトが楽しめると思います。ファクトリーで入ってるプリセットはこんなような感じになっています。1個ずつ見ていきましょう。はい、という感じで激しくエフェクティブにかけるのもいいですし、ちょっとコーラスっぽいエフェクトを加えるという使い方もいいかなと思いました。このサックスアンサンブルメーカーっていうの面白かったですね。ちょっと厚みが加わる。はい、バックのコーラスとかにいいかもしれないですね。はい、以上がソフチューブの新しいプラグインのボーカルチューナーのクイックレビューでした。こちらと合わせてディエッサーの方も新しく出ているようなので、そちらも別の動画でレビューしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。